今日の動画なんですけれども、番外編的な感じで、ホロコダテの方から出てきた鉄を売ったらいくらになるか、これをやってみたいと思います。持っていくのはこの外したエアコンと、庭のなんですかね、フェンス、アルミのフェンスと、あとこの鉄の扉と蛇口とか、細かいやつですね、これを持ってって、今いくらになるかやってみたいと思います。はい、積み込みが完了しました。こんな感じです。今からこれを鉄くず屋さんの方に持ち込んでみたいと思います。はい、今鉄の方が、引き取っていただくのが完了しました。金額なんですけれども、エアコンがめちゃくちゃ高く買い取っていただけて、エアコンの方が4,280円で、鉄とアルミ合わせて、1,680円で、合計金額が6,360円になりました。予想以上に良かったですね。皆さんなんかエアコン業者さんになんか処分してもらったりしてないですかね。エアコンめちゃくちゃお金になります。なんか最初全部で2,000円いけばいいかなっていう感じだったんですけれども、ざっくり3倍の金額いただけました。今回ちょっと短い動画だったですけど、鉄くずを、買い取っていただいて現金にするという動画でした。ご視聴の方ありがとうございました。動画以上となります。